はい、どうもこんにちは。フィギュア大好き、イート一貫です。今回は前回の続き、ワンフェスことワンダーフェスティバルのグッスマブースのレポート動画でございます。で、今回、ワンフェス動画の7本目になるんですが、まだね、第1弾、第2弾、第3弾、第4弾、第5弾、第6弾を見てない方は、ぜひそちらもご視聴くださいませ。で、まずはこちらから、マックスファクトリーさんから、ブルーアカことブルーアーカイブの角立かりんです。この褐色肌をしたメイド姿の美少女、これね、なかなか良くないですか？マックスファクトリーさんというと、同じくブルアカのアスナ、あれがね、非常に好評でございまして、で、そのアスナと並べて飾りたくなるフィギュアが、この角立てかりんということっぽいです。僕もね、ブルアカは詳しくはないんですが、アスカを予約した人たちからは、かりんと並べたいというコメントもありましたので、これは楽しみですね。ちなみにここにも発売時期と価格も記載されておりまして、発売時期が来年の1月で、価格が税込みの29,800円です。アスナが24,800円だったので、まあ5,000円ほど高くなってます。まあ父はちっちゃくなった感じですけれども、まあ大きいですけど、なんかね、長物の武器とか、あと造形が派手になっているので、まあその分お高くなっているようです。でもね、個人的にこの足のなんかテカテカ光ってるやつとか、まあ僕のフェチにずっぽりと刺さってます。このメイドは素晴らしいですね。で、発売時期がもう1年を切っているので、そろそろね、予約開始されると思います。これは楽しみです。で、なんとこちらもブルアカ？初音ミクブルーアーカイブバージョン。これはコラボとかがあったんでしょうかね。多分そうなんでしょうね。ただね、まだ色がついていない原型なので、まあ、どこら辺がブルアカなのかがちょっとね、わかりづらいんですが、例の天使の輪っかもついてないですしね。ですが、顔が可愛いと。これは自作で天使の輪っかをつけたくなりますね。で、何か怪しげなものを持っているのですが、これ何？なんかね、めっちゃ怪しいんですけど、なんかトリガーのようなものがありますよね。いや、でもブルアカいいですね。このアズレンに並ぶコンテンツになりつつありますね。そしておなじみ MX ちゃんです。こちらもデコマスが展示されていました。もう皆さんは予約されてますか？ちなみにこれはライザなどのキャラデザを担当されていますイラストレーターの鳥田ものさんのオリジナルキャラだそうです。こちらは今年の10月に出荷される予定です。で、その隣に可愛くて綺麗でキュートなフィギュアがありました。サロンド・ビトリーン、イチゴショート・ビスチェ。ビトリーンって何って調べたら、フランス語のショーケースという意味らしいです。だからなんだろうな、まあ、ビスチェを着ているイチゴショータみたいな美少女が展示されているよ、みたいな、そんな感じですかね。で、原型が岩永さんなので、まあ、可愛くておしゃれなフィギュアになりそうです。まあ、女子受けもね、良さそうな感じですね。まあ、だから、MX ちゃんとは正反対って感じ。で、こちらがストリートファイターのチェンリー。この、シュンレイと書いてチェンリーでいいんですよね。僕、ゲームはやってないんでわからないんですけど、でも、この子は結構、その、フィギュア化とかされてますよね。いろいろと、まあ、寿屋さんとかでも。なんか昔からコンスタントにフィギュア化されてるような感じもあるんですが、で、これがね、まだ色のついてない原型なんですが、足というか太ももというかふくらはぎとかの筋肉がすごいんですよ。ふくらはぎが頭よりもでかいんですよね。どういうことですか、これは。いやー、でもこれもね、ファンには嬉しいですよね。かっこいいですね、これ。で、すいません、これがね、スケールフィギュアではないんですが、ちょっと気になっているので紹介させてください。これがマックスファクトリーさんとセンチネルさんとのコラボっぽくて、可動フィギュアなんですけどかっこいいんですよ。少女発動機のシリーズっぽいんですけど、フィグマともちょっと違うっぽいんですよね。これみんな立ってる造形なんですけど、おそらくですね、可動域なんかが、まあ、フィグマなんかよりも多い。まあ僕もね、フィグマを手にしたことがないのでわからないんですが、センチネルが絡んでるということで、かなりなアクションポーズが取れるんだと思います、多分。で、かっこいいんですよね。色もなんか光沢があって、かっこよかったり、で、渋いところもあったり、派手だったり。ただ、一つネックがありまして、価格が提示されているのもあるんですが、1体23,800円とかするんですよ。まあ、ちょっと思っていたよりも高かったです。まあ、それだけね、やっぱりこのフィグマとかとは違って、塗装とか可動とか、あとは付属品とかがどうなるかですが、かなりね、高級感みたいなものもあるんじゃないのかな。
ちょっと僕ね、一個買ってみて、で、よかったら集めたいなとか、いや、ちょっとこれね、沼ると怖いですね。で、早いのだとこれ今年の6月ぐらいに発売されるらしいので、ちょっとね、様子を見て余裕があったら買ってみたいと思います。とりあえずはこのグレーのやつかな。あとすいません、これもね、あのスケールフィギュアではなくてプラモデルなんですが、プラマックスのダグラム、スケールが35分の1なんですけど、僕ね、このサイズ感が好きなんですよ。ダグラム自体はそんなに好きってわけではないんですけれども、でもかっこいいですよね。で、これは色塗んないといけないやつなのかな、すいません、あの色プラなら買いたいと思います。あの色塗るのはめんどくさいんで。で、ちょっとね、懐かしいのを続けていきましょう。これはそこまで古くはないですが、マクロスフロンティアのシリルノームアニバーサリーステージバージョン。確かこれ前回のイベントではまだ色がついていなかったと思うんですが、色がついてやばいです。かなりゴージャスな仕様になってますね。これは来てますね。ちょっとこの画像だと分かりづらいんですけど、レオタードっぽいもの、まあ、さっきのビステじゃないですけど、豪華な下着みたいな、こんなサービス、本当にね、滅多にしてくれないようなサービスをしてくれています。ちょっとこう、ロリータ風のファッションも入っているような感じ。特に下半身、足とかね。で、髪の毛の造形がやばい。この乱れ方、すごいっすね。で、お股で自分の看板を挟んでいるのかな。まあ、そんなことはないでしょうけど、でもこのネーミングプレートみたいなものもゴージャスでいいですね。いやー、しかしこれ価格が恐ろしい。まあ、誰かも言ってましたけど、クオリティがね、上がりすぎて価格も上がりすぎると結局買えねえじゃんみたいな。まあでもどうなんでしょうね。未知の領域のフィギュアも見てみたいですけどね。僕はでもどっちかっていうと高くてもいいフィギュアが欲しい派です。しかし2体はやめてよと。その隣にまだ色のついていない原型での展示でしたが、ランカリーのアニバーサリーステージバージョンも展示されていました。キラ。いや、まあでもシェリルに比べるとランカのフィギュアは少ないんでね、これは嬉しいんですけど、どうですかね。これもね、原型だけでもクオリティの高さがわかります。しかもこれキラってやってるところじゃないの、キラって。ちなみにシェリルもランカも作っているのはグッスマさんです。いや、でもこれはね、どうでしょう、価格。トイカンの希望的観測では3万5000円くらい。まあ希望でね、希望で。でもね、意外とグッスマさんは頑張るので、でもね、これはそんなに数も作らないんじゃないかな。どうなんだろう。で、販路限定でお値引きなしね。まあ皆さんもね、予想してみてください。で、変わりまして FGO 行きましょう。これがね、でかいやつです。フリングさんの4分の1スケールのやつなんですが、アニプレさんでも出していた光のコヤンスカヤ最終サイリン。最終的にはこの家庭教師のエロい先生みたいになるんですね。僕もちょっとね、動画でこのキャラの戦闘シーンとか見たんですけど、面白いですよね、このサーバント。やっぱりね、このメガネがいいですね、メガネが。ただフリーングさんにしては結構造形が凝っているので、これの価格は覚悟しましょう。で、これも4分の1ルーラーのアルトリアペンドラゴン。あー、これはまさしくバニーガールですね。まあバニーガールというかディーラーみたいな感じ。ただバニーガールでウサ耳もついているので、かなり高さはありそうです。で、ここからは7分の1です。これがね、ファットさんのアーチャーの清少納言。これも前のイベントでも色がついてたデコマスだったような、まあ、そんな気がしたんですが、なかなかね、ファットさん、先が詰まっているせいなのか、なかなか出ないですよね。でもなんかこの子、作品は違いますけど、ウマ娘のツインターボに似てる感じがしますかね、ド派手な感じが。で、その隣にランサーの内海エリセ。これはまだ色のついてない原型の展示でした。まあ、これもね、ファットさんなので、まだしばらくは時間がかかりそうですかね。で、これもファットさんです。ランサーのメルジーヌ。これもまだ色がついていませんが、ド派手なフィギュア。大きさが半端なさそう。なんかね、FGO もだんだん大型化が進んでいるんですかね。ただこれもね、やっぱりいつ発売されるかはわかりません。ファットさん、本当にね、数がすごいですよね。で、これはすでに予約受付中のバーサーカーの源の雷光、英霊旅装バージョン。これはマックスファクトリーさんです。価格は 28,800 円。これ、後ろ姿もすごいんですよね。そしてマックスファクトリーさんは、アルクエイトのフィギュアも制作進行中とのことです。で、これがグスマさんなんですけど、ランサー謎のアルターエゴラムダ。これね、原型制作がアクアマリンになっているので、アクアマリンの企画だったんでしょうかね。
まあそう考えると結構先の企画までやっていたってことですよね。フィギュアの制作って時間かかるんですね。で、これはアルターノとちょっと似ている感じ。アルターノは3万円超えなんですけど、こっちは多分2万円くらいで買えるんじゃないかな。期待しましょう。で、なんかすごいのがあったんですけど、月姫のシエル。僕ゲームやってないのでわからないんですけど、なんかすごいですね。すげえ飾りづらそう。でもね、飾りづらいほどかっこいい率は上がっていくんですよ。複雑ですけど。で、これが角川さんのセーバーのネロクラウディウス。ヴィナスのシルク。色がついていて綺麗なネロ様。まあ、このね、透けているスリットみたいなところ。これがなんかネロ様のトレードマーク的な感じもしますかね。あと判決ね。まあこれもね、大きいですね。で、ネンドロイド。最近はやっぱりネンドロイドも減ってきましたね、FGO は。で、月姫に移行してきている感じですかね。フィグマなんかもそんな感じですよね。で、こちらはポップ展示です。フィギュア化決定のやつですね。レーミクとか、あと FGO とか、あと猫さんのやつとか、イラストレーターのね、あとケケモツ、あと何この新しいメーカー、中国かな、なんかみんなエッチんですけど、で、ブルアカ着てますね。これもマックスファクトリーだ。で、マックスさんはエロいので、やっぱりね、乳デカ率が高そうです。で、アンミさんのもエロいやつ。このね、白い恋人たちってこれ、大丈夫ですかね？ネーミングで訴えられないんですかね？あ、このエロいやつはこれ、ルミナスボックスだ。この白黒バニーのやつね。はい、ということですいません。ここで一回またね、終了いたします。グッスマさんは大体終わったんですけど、あとね、グッスマグループね、ウィングさんとかファットさんとか、そこら辺をもう一回かな、やろうと思います。それでね、山越えます。何の山だよって感じなんですが。で、あとね、僕のところに新作フィギュアも続々と届いているので、トイカンさん頑張ります。で、この動画が面白かったら、たまにはね、いいねボタンも押してくださいませ。ではでは。